こんにちは、土の子です。さあ続きやっていきましょう。おーい犬はあれ犬ぬわんじゃなくなってる。犬ぬわもう来ちゃった。ちょっと待って、呼んだのに。あともう一息なんだけど、あれドジっ子みたいになっとるやん。犬ぬわん、あら犬ぬわんが協力しなきゃできなかったじゃん。あ、いた。さすがワンパチ、お手柄だよ。うんふん、かわいいワンパチ。シーソーコンビは奥にいる、気をつけていきましょう。え、なんでそれ持ち出したの？なんでスマホ見たの途中から。意味わかんねえぜ。よし、いるの？いないけど。あ、いた。おや、おやおや、扉のロックも破られ、各地のスタジアムなんでこんなピョコピョコ動いてんの。やめてよ。解決されたようですね。さすがはチャンピオン。お前たち褒めて差し上げなさい。パチパチパチ。褒め、なんかちょっと気分いいけど。なんですかこいつらは。気味が悪いですね。どうしてポケモンを勝手にダイマックスさせたんだよ。全ては偽りの伝説。ザシアンとザマゼンタの本性を暴くため、ザシアンとザマゼンタはガラル地方を救ったんだぞ。愚か者、今まで我らが英雄の血族として称えられていたのに、貴様らが無限大なからガラルを救い、そこの娘が本など書いたせいで。そうだそうだ、恥を知れ。迷いでしょう。真の英雄はポケモンだと突然歴史が覆った。では我らは何なのだ。ご先祖様が嘘つきだと。やっぱりあんたたちガラルの王族だったのね。その通り、今までも、そしてこれからもね。これまで通り歴史が正しい歴史、これまで通りの歴史が正しい歴史なのだ。ポットでの英雄など全てザレ事。違う、本当のことだから。私の考えでは、ザシアンとザマゼンタは遥か昔からガラル地方を守ってきたんだ。ではどちらが正しいか試すとしましょうか。真の英雄ならばガラル粒子を強引に注入しても紳士的でいられるはず。なるほど、今回のダイマックス騒ぎはそのための実験だったと。まさかザシアンたちも暴れさせるつもりかよ。今さら理解したところで、偉大なる兄者が上で最後の準備をしていますよ。させないぞ。なんなん、リフトで上に行きたければ我々を倒してから生きなの。ああ、もう体が勝手に笑っちゃいます。痙攣しちゃいます。ここは痙攣しないのね。私は戦えないけど応援してるね。モブドマ任せな、土の子は赤いやつだ。急いで上に行かないと。これ上行ったらどうなんだろう。へへ、知らねえ、勝手にやっててくれない。あ、いける。マジでいけんの。あ、上まではいけないんだ。勝手にほっぽりっぱなしでいけるんや。止められるかと思ったけど、まさかのいけちゃう。しょうがないな、戦ってやるか。おーい、本気勝負のために育てたポケモンお見せしましょう。あ、モンスターボールちゃんと持ってるね。でも、ダークボールか、これ。何ボールだっけ？違うボールに変わってる。ネギがないとか。格闘なんだね、ネギがないとね。ああ、無限ダイナー出してたのか。もう普通にちょっと戦うか。バーン！うむ。あら！鉄壁？防御がぐんと、あ、じゃあ特防、あ、じゃあ別にこっちは関係ない。じゃあもう一回火炎放射打つか。防御だけ開けられても別に特防ではないからね。出た。どこまで減らされるか。238も持ってるから強い。強い、さすが。いいぞ。変わんないじゃん、パーティーが。
同じ戦いを何回もやるとは馬鹿げてるぜ。そんなので勝てると思ったのか。火炎ボール、飛んでけエースバーンガ。そう慌てずとも良いでしょうに。ゆっくりと楽しみましょう。なんでぴょこぴょこ、なんであの左右にピコピコ動いてんの、笑える。ほれ火炎ボール、溶かしまくったぜ。ゴーン。おお、我のノーブルなポケモンたちが。ノーブルってどういう意味だろう。なんと負けてしまいましたか。みんな追い返した、上に行けるぞ。お、今の声って、ああ兄じゃよ、間に合ったのですね。上がりますか。あ、そっから上がるんか、上は。いいの、行って止めないんだ。おお、やった、やりましたよ弟よ。朽ちた剣につられてやってきた小やつめにガラル粒子を注入してやりましたよ。あ、かわいそう。そんな、苦しそう。俺が朽ちた剣を奪われたせいで誘い込まれたんだ。さあ己の凶暴性をさらけ出し、偽りの王であると自ら証明しなさい。うお、ひゃあ、兄者、我ではない、町へ繰り出し破壊の限りを尽くすのです。必死で自分を抑えようと、でも制御できないんだわ。ザシアン、これまでみたいにおとなしくさせたいですが、相手は暴走しかけた伝説のポケモンです。捕まえようなんて考えない方がいいですよ。悔しいけど、どうにかできるのはきっとツチノコだけだぞ。マジで全部チャンピオンだからっていう肩書きでなすりつけられてる気がするんだけど。周りの人たちは俺たちが守る。ツチノコはザシアンをおとなしくするのに集中だ。来るよ。マジで、あ、来た、本当に。大丈夫？音がない。え？ち、なんかチッチチッチ言ってる。効果なし。え？効果なし？ドラゴンに効果なし？フェアリー？もしかして。効果抜群。毒。毒毒。う、痛い！よし。いいぞ。毒にしろ。ああ、砕かれた。やるじゃねえか。大丈夫かな。ちょっと不安です、私。いや、痛えな。あ、マジで？そういう系？いや、きついな、これ。想像以上にきついっすな。まずいな、これ。ちょっと良くないね。何にも変わんない。スピードも取れてないし。ボッコボコにされる予感。痺れさせろ。よし。それを願って穴を掘る。マジで！よし！よしよしよし！でかい。ブリブリブリ。音がよく聞こえるの。一人首を振ってるのちょっと想像すると可愛いね。よしいいぞ。俺のサダイジャは強いんだぜ。よーし、運を味方につけていく。いいぞサダイジャ、僕のサダイジャ。土の子が噛まれてんじゃないのこれ。ドバーン。いいぞ。さあ、痺れてくんなませ。よっしゃー！
ビリビリだ。え、ちょっと待って。ね、捕まえるんじゃないよね、これ。え？これ、シアンだもんね。ね。あ、倒したけど。これ、え、捕まえていいポケモンじゃないよね。僕、大ミスやってないよね、もしかして。ね。ふぅ、ふぅ。ザシアン、大丈夫か？大丈夫だっただろうか。ホップ、危ない！お？マゼンタ。マゼンタ？泣いてる。なんでホップに来たの？僕じゃなくて。助けてくれてありがとうな。じゃあマゼンタ、なんか大丈夫？あの、仲間感出してるけど、どっちも伝説のポケモンなんだけど、ホップ。なんで今、あの、機関車みたいにくるっと回った？まだ力が制御しきれてないんだ。俺心配だ。ザシアン追いかけるよ。何してんの？あ、剣。それはザシアンのだ。返してもらうぞ。なんか同じとこ、同じとこ今歩いてたけど。うわにゃーお願いです。兄者を傷つけないで。ザマゼンタ、待って。キノコをまっすぐ見つめている。くるっとあの軸があの動いてないのがおもろいよね。またくるくる回ってる。そこなんか転写台みたいなあんの？さすがチャンピオン。あの事態を収めましたか。そしてあのポケモン、君を待ってるみたいですよ。マジか。え、ちょ待って、ここあれじゃないの？ここ厳選ポイントなんじゃないの？恐ろしい。あのような恐ろしい存在を意のままにあつろうなどと、我々はなんとおこがましかったのか。兄者が無事でよかった。感謝する。私たちの負けですわね。あなた方にはご迷惑をおかけしました。もう諦められるの？あれで。すごい、すごいよ、土の子。穏やかな目で見つめている。口たたてを構えますか？捕まえるため、はい、捕まえていいんですか？わ、かっこいい。え、待って、音楽がかっこよすぎる。いいじゃん。おお、本気の目に色に変わった。ちょっ、どうしようかな。あ、ポイズン効果なし。鋼でしょ、毒効果なしって。鋼ついてんな。待って、音楽が良すぎるんだが。ちょっとパルスワンに変えよう。ワンチャン対決にしよう。威厳が全然違え。かっこいい。ちょ、捕まえますか。マスターボール使おう。よし、使います、マスターボール。かっこいい。ぴょこぴょこ。よし、
石像のような姿で忘れられ去られるほどの間眠りについていたポケモン、歴戦の勇者。ワンパク、あ、ちょっと待って、ワンパクってよくなかった？え、ちょっともう厳選する気満タンだったんだけど、こう、まあワンパクか、守りをね上げて特攻を下げるやつの性格がいいよなとか思ってたんだけど、まさかの一発で引き当てるっていうね。びっくり、厳選しなくてよかったわ。よし、オッケー。まさかの厳選いらずかよ。リセットする気満々だったんだけど。すごっ、まさにびっくりだよ。僕も本当の王様に認められちゃった。あ、気高き戦いでした。真の王が誰か、そればかりにこだわっていた自分たちが恥ずかしい。そこのトゲトゲ頭、相変わらずマナーがなってないですね。弟とも共に罪を償います。しかるべき場所に案内なさい。めっちゃ命令口調や。反省しているならなぜ上から目線なんですかね。やれやれ、土の子、君がチャンピオンになった理由が分かった気がしますね。ただもう呼ばないでくださいよ。君から会いたいってことはトラブルってことでしょうから。あら、リーグカード。ソニア博士、許してくれとは言いません。それでも騙していて本当にごめんなさい。最初は悲しかったけどもう大丈夫です。もうあなたは信じられないけど、あなたのおかげでいろいろ勉強になりましたし、あ、これ皮肉じゃないですよ。それでは博士、頑張ってくださいね。さてと、悪いことした人はいなくなったし、あとは雑誌案が無事ならいいんだけど。ホップだったりして。土の子は、俺今さ、あ、落ち着けって。どうした？へへ、聞こえたか？雑誌案も一緒だ。大丈夫？どこにいるんだよ。まどろみの森で雑誌案が暴れてるのを抑えてる。土の子の力も借りたい。来てくれ。いいか、まどろみの木の奥で待ってるからな。賑やかな声、遠くにいても相変わらずだね。ボールのザ・マゼンタも相棒が心配みたい。待つ、まどろみの森へ行きましょう。まさかのワンパク一発って。ありがてえ、ほんと。ありがたいけど、ちょっと、やる気満々だったんだけどな。よし、行くか。ホップの森の奥まで。おお、ありがてえ。何してんだよ。次回予告、まどろみの森の奥深くでホップはなんと雑誌案を仲間にしていた。ライバルとバトルする土の子、雑誌案の前で手持ちのポケモンたちは一撃で沈んでいく。いや、ちょっと待ってね。頼む、これでもう沈んでくれ。大丈夫だよね。ねえ、これ一発で死なないよね。いや、ふざけんな。土の子は勝つことができるのか。おかしいでしょ。次回、ザ・シアンに一度も攻撃を当てられなかった男、お楽しみに。